バスケやってみるっていう感じで親に誘われてやってみたって感じです。浜松南レイカーズ。東海大会に出場したことです。清水川中学校です。周りがやっぱり初心者だったんですけど、みんなで全力でやったことが楽しかったです。大橋先生の元で教わりたいと思います。学校生活からしっかりやって、その上で部活動があるっていうことを学びました。全力で走って、速攻だったり、あとはインサイドが強いところですね。3回は確実に勝って、もう一勝絶対できるようにしたいです。ゲームメイクしながらも、スリーポイントを作ってますので、一つ一つの自分の打てるチャンスを見つけて、そこを確実に決めていきたいです。